藤原義美、藤原義美、藤原のよ美、み、よし助う、義助は、平安時代初期から前期にかけての苦行。藤原北家、左大臣、藤原冬継の逸王下には、正二位、右大臣、増将一位。西三条大臣と豪須。門文徳天皇の外王子。若くして、大学で学び、その弁舌は再起にあふれていた。浄和元年。 834年、人名天皇に召し出されて、倉人、金右表栄剣大尉として、天皇の身近に仕える。上は5年、838年15位下に助赦し、翌上は6年、838年に内臓頭に任ぜられる。上は7年、840年左この絵少将、上は8年、841年15位上、上は10年、 843年生後位した、上和11年、844年倉人頭、上和13年、846年14位した、左この越中上と、人と明朝の後半は武官を務めながら順調に昇進し、上和15年、848年には、三義として苦行に列した。また、この間の上和9年、842年に、発生した、 上和の変に際しては、左この絵少将として、この絵兵四十名を率いて、皇太子、常貞親王の座所を包みし表情を収めている。歌唱三年、八百五十年を追いの皇太子、道安親王が即位、門徳天皇すると、聖四位下に除され、新皇太子、これ人親王の東宮大部に任ぜられる。左右大弁を経て、任元年、年に、 両将より先に参議に任官していた長兄、ながらを超えて県中納言、同時に、十三位に、少女に任ぜられると、任十四年、八百五十四年に、大納言金美にこの絵大将と、文徳朝でも、急速に昇進し、天安元年、八百五十七年二月に、大乗大臣に昇進した兄、吉房の後を受けて、右大臣に就任。天安三年、 八百五十九年正二位に至る。生は朝に入ると、類寿三大各掲載の格の多くで情景を務めた、ほか、もっぱら重要な政務に心を砕き、悪を正して、乱れを救うことを志したと評されたように、上元年間所等において、中和権権民部教、友の義夫と共に、大上官政治を兼任した。 この頃に了承が関わったと見られる政治的動きに以下のものがある。さらに、上岸6年、864年正月には、聖和天皇の元服に伴って、娘の民子を受胎させ、女子とし、巫女が誕生すれば、天皇の外祖父で、大乗大臣であった兄、藤原義久の立場を継ぐことが可能とった。この頃の義房と了承の関係は、必ずしも明らかでなく、 吉封からは常に警戒される存在であったとも見られていたが、以下のような議論も行われている。同年冬頃より、大上官の主犯であった、大乗大臣、藤原吉封が病に付したことから、両将は多くの大上官府で上京を務めるなど、大上官政務を掌握しており、太子皇太後藤原順子、その信任を得ている右大臣、両将、 ふとし交代ゴーグダイブを兼ねる大納言、友野義雄の三者連合で政権中枢を牛耳っていたとみられる。上元8年866年3月に両省の日三条大百貨亭に聖和天皇が行行して40人もの文人を参加させた司会を伴う大規模な花見の縁が開催される。しかし、この頃には 吉塚の健康が回復していたらしく、ブルー三月には、吉塚の染戸の代にて、天皇の行行を伴う、官応宴が競うように開催された。こうして吉塚と両将の権力闘争が、権限化した中で、王天門の消失事件が発生する。当初は、自然発火的な災難とされて、大藩にゃ行天独や諸神への歩兵などが、行われるが、間もなく両将は、 友野義雄の暴略に通じて、左大臣、玄心に対して、王天門法下の権威で剣士を行いその邸宅を囲ませる。しかし、これを知った義草が、聖和天皇に騒問した結果、直によって、伊予の剣士が行われて、玄心の権威は晴れた。その後8月になって、王や高鳥が、王天門法下藩として、友野義雄を告発したため、 友野義雄に対する尋問が行われる。尋問の最中に、諸三両に対して剣士が行われ、五両の樹木を多く伐採したことが、大天文消失の原因である旨の国分が報じられているが、これは、了承が伴え全難の無実を証明するために、と、する見方がある。しかし、ここで、吉封が、摂政に就任、友野義夫の扱いは、 よしふの裁量に委ねられることとなり、9月末には、友ものよしは断罪されてる罪に称され、上元6年、864年以来の了承、友前南ラインによる大上官領土体制は完全に崩壊した大天門の変。大天門の変ゴム了承は失脚はせず、10月から12月にかけて4件の格の情景を務めている。しかし、上岸元年、 859年に両省が禁止していた高の飼育について、12月に一部で直居が出るなど、かつてのような政治的影響力はすでに失われていた。同月には二度にわたって、死の上票を行うが許されず、三度目の上票で、ようやく左この江大将の辞任を許さ、代わりに、子息の常行が右この江大将に、直方が自治中に任ぜられている。なお、同月には元常が、 末席参議から一挙に中納言に昇進。高子が尿護として受代しており、吉房の後継が元常であることが明確になった。翌上元九年、867年10月初めに、自家路で倒れ、同月10日に皇居。去年55、最終官位は、右大人生二位。即日生一位を送られた。遺言に従って、白草とし、 一重の襖だけで棺を覆わせたという。幼少時から土量が広く結出していた。仏教への信仰心が厚く、臨重に際して、極楽王城を信じて疑わなかった様子は、隋の要札にもなぞらえられたという。また、長い間に苦食をせず素食で通していたことから、非常に痩せており、それは修生続いたという。平成十四年、二千十二年に、 平安京内に存在した洋商の邸宅跡,跡、京都品加行区から、ひらがなが牧書された土器が発掘された。一流の文化人が集うサロンであったことが、想定される、洋商屋敷跡でのの発見は、旧世紀後半の、京楽での貴族階級におけるひらがなないしは、国風文化の広まりを示す貴重な発見である。以前、洋商は学生であった。 お野高村が罪を犯した際これを弁護したことがあった。後に、両性は病を得て、一旦死去し地獄で、縁間だような目前に引き据えられるが、縁間王宮の真として、裁判を手伝っていた高村の取りなしによって許され、明快から帰還したという。中期のないものは、六国史による、孫悲文脈による、九人の子女があり、長男、常幸は順調に出世し若くして、 大ゴンまで登ったものの創生してしまい、その後両将の子孫からは苦行を出せず、大鏡では、子孫の不信ぶりが語られている。また、直方、正し方は、才能と貧困を称えられ、特に正し方は最も霊所に優れていたという。なお、同母兄の吉封、ながらはそれぞれ門徳天皇、聖は天皇を受代した娘が産んだ巫女が即位したことから、 天皇の外祖父となった一方で、両将の二人の娘はそれぞれ門徳天皇、聖は天皇の女となったが、いずれも巫女に恵まれなかった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。